皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成澤ひろいです。どうも、本日はですね、前回の動画で紹介したこちらシャークスライダーナノ、これのチュートリアル動画やりたいと思います。これの使い方ですね、高速セットアップが可能ということで紹介しましたけど、果たしてどういう風に使うのかというのがですね、日本語で紹介されている動画がないので、まあ、私が真っ先にやっちゃおうと思います。それでは行ってみましょう。はい、では、まずこのシャークスライダーなどを使う前にですね、何点か注意点をご紹介したいと思います。まず三脚なんですけど、三脚選びは非常に重要です。まあ、基本的にはある程度しっかりした三脚であれば問題ないんですけども、あるといいよっていう機能がね、まずこの水平取れるこのレベラー、こういうハーフボールのタイプだと水平が取りやすいっていうのがあります。スライダーってね、こう横に移動するから、どうしても三脚の強度が弱いとこう倒れちゃうわけですよ。まあそうならないように、通常ここまでで使うスタンダードな三脚をちょっとこうね、こういうふうに広げてワイドにして使うことをおすすめします。三脚を広げて使うってことですね。せっかくなんでアイフって商品を紹介したいと思うんですけど、これ私めちゃめちゃ気に入ってるんですけど、これねアイフってのガゼルTC7 っていうやつですね。で、これ、ここがこう、水平が取れるハーフボールになってるんですけど、これね、すごく便利で、シャークスライダーなのを、というか、まあ、スライダー全般そうなんですけど、取り付けようとしたときって、こういうふうにね、取り付けるんですよ。これ、めちゃめちゃ取り付けにくいじゃないですか。なんですが、この三脚の場合は、ここを、ここね、これなんかスイッチついてるでしょ、これ。これをちょっとひねって、ここ押しながら、下に下げると、こうやってね、取れるんですよ。こういう風につけて、こういう風につけて、で、上からはめて、この赤いボタンを押しながら、下からガボッと入れてですね、ちょっとこうひねると、ちょっとこうひねって、追加でひねってもらえば、これでもう固定ができます。これすごいよね。この三脚ね、めっちゃおすすめです。スライダー使うとき、私はスライダー使うときはこの三脚をメインで使ってます。まあ、水平もこうやって取りやすいしね、今使ってるやつでやりたいんだよ俺はっていう方のためにですね、おすすめ商品がこれですよ。シースターズ Q1S っていう、これなんだ、クイックリリースプレートですね。これね、めちゃめちゃ便利なんですよ。シースターズ Q1S をこうつけます。ここにくるくるっと回します。はい、でギュッとちょっと固めに締めたら、ここをね、カチッとひねります。そうすると、これが外れるんだな。外れます。で、こいつを、はい、つけて、このベースプレートの、なんかこの白い目印がありますから、ここに合わせると、ウェイ、ついた。で、私は、これもういろんなところにつけてて、例えばさ、こういう自運台ですね。つけておいて、こっちのベースプレートをシスターズ Q1 にこう乗せますと、はい、こうやってやります。で、使うときはこの上にバチンとやって取り付け、でこの上にカメラ乗せてね使うんですけど、このスライダー使わないなってときは外してこうやってできるんですよ。で、通常の三脚として使えるというようなことができる機材で、こういうスライダーっていうかモーション機器使うときは本当に一番これがいいと思う。いろんなスタイルで、組み替えて撮影することができるので、なのでこのシースターズ Q1S もおすすめしておきます。一応これね、以前に動画作ってるんですよ。こういう動画作ってるんですよ。だからぜひこちらの動画もね見てみてください。はい、じゃあ実際にシースターズ Q1 がもうついてる状態ですけど、ここから進めていきたいと思います。自由に動かせるんですけど、解除するとここをひねるとロックされます。なんかロックされる場所が決まってるので、なんかロックが入んないなって場合はちょっと動かしてみてください。はい、でここロックができます。でですね、今このシースターズ Q1 すんなりつけましたけど、
このままだとこのターンテーブルはこう回転するので、これが取り付けられません。はい、最後まで入りません。その場合ここをこう、ま、押すと、そうするとガチンとね、こう固定できるところがあります。はい、こっち側ね、この部分に赤いネジがあって、プラスマイナスって書いてます。これマイナスにするとここがちょっと緩くなります。まあスムーズに動くって言えばいいのかな、ガタつきが出るっていうふうにも言いますけど、でプラスにするとそのガタつきがなくなりますが、締めすぎは良くないみたいなんですけどね。だからもし使ってるうちにここが緩むようでしたら、ここをプラスに回すと。ちなみにですね、裏側にもあります、ここにもありますんで、同様にこちらもガタつきがないように調整をしてください。まあ、使ってるうちにガタが出てくることがありますので。で、ここにバッテリーですね、ソニーの NPF バッテリーが適合します。ここに差しますと。で、こっち側に USB 端子があって、この USB 端子からモバイルバッテリーに充電すると、電源供給しながら撮影するときができますので、バッテリーちょっと忘れちゃったときはその USB 給電で撮影してみるといいと思います。ここに水準器ついてますから、必ず水平をしっかりと撮るようにしてください。じゃあカメラをつけていきましょう。自由運台をつけて、おすすめ商品 その3、これですね。これはあのレオフォトの NR140 ってやつですけど、まあ、レオフォトのものでもいいし、あと他 の中華系のメーカーから安いのも出てます。まあ、どれでもいいです。これで前後のバランスを取れます。カメラと運台の間に、はい、こういう風につけてですね。で、この辺にカメラを載せます。こういう感じでバランスを、前後のバランスを取れば、よりブレの防止につながりますよということですね。動画の場合は使わなくてもいいんですけど、タイムラプスの場合はこちらですね、ケーブル、シャッターケーブルが必要になります。で、シャッターケーブルつける位置は、まあ、このカメラの場合はカメラ側がこちらで、で、シャッターケーブルをつけるスライダー側はここにあります。ここになんかシャッターのマークがありますから、ここに刺すと、これで OK ですね。これで、カメラとこのシャークスライダーナノがつながりましたので、シャークスライダーナノ側からこうシャッターの信号が行くようになります。で、次、電源入れましょう。はい、ここを長押しします。あ、危ね危ね、これロック忘れてるとこれ今動かないからね。あぶねー、今ロック解除したんで、動きましたけど気をつけてくださいこれ。最初にシャークスライダーナノを動かすと、こうコンフォームって、コンファームですよねっていう、文字が出てきます。で、一番最初に起動した時はあのキャリブレーションっていうのが出てきますんで、平らなところ床とかに置いて、そのキャリブレーションっていうスイッチを押せば、そこでその水平をなんていうか、キャリブレーションしてくれるっていう感じですね。あの最初にちょっと調整が必要です。まあ今私はもう済んでいるのでこのまま進みます。はい、で、これで、もう動かなくなってます。で、ここからクイックスタート、タイムラプス、ストップモーションって3つあります。まず動画からいきましょうか。動画の場合は、このままクイックスタートじゃなくて、この2つのボタンを同時押しします。そうすると A 点と B 点が決めれますんで、まあ、A 点がここ、カメラ起動していただいて、構造を確認して、A 点がここって思ったら A を押します。で、B 点に移動して B を押します。はい、で今 A 点と B 点を設置しました。で、この下にタイムってところがありますから、これは何秒かけて A 点から B 点まで行きますかっていう感じですね。今20秒になってるのでこのままやりますけど、20秒かけて A 点から B 点まで動くようになります。で、ここでコンファームって押します。そうするとスタンバイに切り替わりました。はい、で、A 点から B 点なのか、もしくは B 点から A 点なのかっていうのはこのボタンですね。その A 点と B 点を行ったり来たり繰り返してくださいっていうのはこのボタンになります。はい、で、今は通常通り A から B に行く感じでスタンバイします。ここで動画撮影の場合は、動画の撮影をスタートしていただいて、シャークスライダーナノ側をスタートって押すと A 点から B 点まで20秒かけて動きます。はい、こういう感じですね。弱い三脚だとこういう風に端に行った時にバタンって倒れますから、めっちゃ怖いよ、めっちゃ怖い。で、これで動画撮れましたよっていうことですね。動画撮影前はここまでです。はい、
で、次タイムラプスいきましょう。で、このシャークスライダーなのは1回 A 点と B 点を設置すると、そのまま A 点と B 点設定した状態で違う撮影に入ることができます。まあ今同じ動きしてみますね。今タイムラプスに入りました。インターバルに入りました。バッファっていうのは何秒間を置きますかっていうことですね。今使ってるの富士フィルムなんですけど、富士フィルムはね4秒開けてくださいって言ってるんですよ、そのシャッターとシャッターの間を。なのでこう4にします。はい、でバルブ撮影するかしないかっていうのは、これバルブにするとシャッタースピードをこのシャークスライダーナノ側で調整することができます。でバルブにしなければこっちのカメラ側でシャッタースピードを調整することになります。試しに今カメラ側をバルブに設定をしました。でこっちをバルブオンにします。シャッタースピード1秒で4秒間を持って撮影するっていう感じですね。合計5秒ってことですかね。でこのアウトプットタイムなんですけど、先にこっち説明します。 FPS フレームレートですね、要は1秒間に何枚の写真使いますかっていう感じですね。で通常はまあタイムラプス30秒でいい、30枚でいいんじゃないですかね。30にしておきます。で次アウトプットタイムは何秒の動画にしたいんですかっていう話にします。でこれ例えば10秒の動画にしたいとするじゃないですか。そうすると 10×3 フレームレートの30フレームなので、300枚写真を撮りますよという計算になるわけですね。まあ、試しに今アウトプットタイム1秒、まあ、ちょっとすぐ 動きが分かるようにね1秒にしてこれでいってみましょうか。じゃあスタンバイ、これでスタートします。そうするとはい1枚撮って1秒露出したら4秒かけてスライドして、はいスライドして写真を撮るという感じで動きます。で今富士フィルムだから4秒開けてくださいなんですよって話しましたけど、富士フィルムに限らずなんですけどね、スライダーを使う時っていうのはあまり、それインターバル間隔をバッファーをね、3秒ぐらいは持った方がいいと思います。こう動いた時にちょっとブレるんですよ。ここから動いてこの時にちょっとブレるんですよ。でこれが収まるまでちょっと余裕を持った方がいいので、バッファーは最低でも3秒ぐらい持たせるのがおすすめですかね。でこの動きなんですけど SMS シュートムーブシュートって言って、1枚撮ったら動いて露出中は動きませんよっていう設定です。でこうすることで1枚1枚がシャープなタイムラプス撮影ができるっていうことですね。はい、これを繰り返していきます。はい、でね今ちょっと私ミスっちゃったんですけど、オートフォーカスオンにしてたんですよ。そうするとこのシャッターが追いつかなくて、こうやってねスキップしてシャッターが切れないっていうことが起こりますので、オートフォーカスは必ずオフにしましょう。はい、あと今分かりやすくメカニカルシャッターにしてますけど、タイムラプスの撮影の場合は電子シャッターがおすすめです。やっぱこの、ガッチャンっていうメカニカルシャッターでブレるっていう可能性もあるんですよね。だから電子シャッターで撮影するのがおすすめです。で昼間の撮影の場合でもですね、あんまり速いシャッタースピードはおすすめじゃないですね。自分は基本的に昼間のタイムラプスの場合は1秒露出するようにしてます。だから ND フィルターとかをつけるんですけど、そうすることでそのフリッカーっていってちらつきを防止することができます。こう横に動かすプラスパンができます。パンができますので、こういうふうに角度をつけてこっちからこっちっていう風にやることもできます。何か一つのオブジェを越えて追いかけるっていうような、タイムラプスだとか動画とかが撮れますよっていうことですね。でこれあのちょっと上から目線の話なんですけど、初めてスライダー使う人ほどやっぱり長いの使いたがるんですけど、長いの使うとこれだと三脚1本で済んでますけど、長いやつはやっぱ2本とか必要になるんですよ。でそういう長いレールを使うとその構図を変える時が大変なんですよね。やっぱ慣れてない時って設置してやってみたら、ここじゃないってなって別のところで撮ろうってなった時に、やっぱその三脚2本ついたスライダーごとこうやって移動しなきゃいけないから結構大変なんですよ。そういう意味ではこういう1本で済ませられるような短いやつがおすすめですよっていうことと、そのレールモーションの基本として遠くの風景は動かず手前の風景が動くってやつです。だから結構初心者あるあるなのがアイレベルとかね、高い位置にスライダーを設置して、無限遠でピント合わせてそれで、撮影してしまうと普通の風景写真みたいな感じで、そうすると手前の風景何もないからレールモーションの効果が得られないんですよ。なので、レールモーションは
その何か手前に何かオブジェがあってそこからこう覗き込みますよとか、あとは最悪その地面に近くに設置して地面がこう動いているような感じでレールモーションをかけると、レールが短くても効果的なレールモーションをかけることができます。レールモーションは長さじゃなくて構図なんだよってことをお伝えしたいです。手前に何か必ず入れて距離感のあるものを入れて、それでこう横に動かす、スライドさせるっていうのがレールモーションのコツなので、最初から長いやつ使おうとしない方がいいです。といっても私もやっぱ最初ね2メートルぐらいの長いのを使ったんですけど、やっぱりまあ勉強になりましたけどね、だんだん慣れていくに従ってこういう短い方が使いやすいなっていうことに、なっていくんですよね。だから、レールの長さにそのこだわらずというか、こだわってもいいんですけど、設置が大変なんだよってことはスライダー選びの時に、理解しておいた方がいいと思います。じゃあ次アプリで操作するところ行ってみましょうか。うん、はい、すいません、めっちゃ動画が長くなったのでここで切って前半にしたいと思います。後編はアプリの使い方と、それから縦にしてね、スライダーを縦にして使うっていうところの注意点、使い方についてご紹介したいと思います。それでは、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。